はいどんちゃーササヤンです本日もニュースを続いていきましょう今日前半の話題は韓国のホワイト国復活が決定しましておいおいマジかよと今韓国で第二のボイコットジャパンが始まっているというのにその状態で復活ですかともう思い切り削りに行くのと後半は静岡の川勝寺が完全に孤立化してしまいましたもう誰も味方がいなくてそれどころかですね周辺自治体の首長さんが集中方向を浴びせまくっておりまして川勝寺が塩塩になってとそんな話をお伝えします 僕の勝負聞いった意味なんですけどもいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたしますそれでは早速まずは岸田首相の激アム外交の話題から読売新聞より見出しがですね韓国がホワイト国復帰へ輸出管理の厳格化措置は全て解除経産省が発表ということで本文を抜粋して読んでいきましょう 経産省は28日輸出手続きを簡略化する優遇国グループ A ホワイト国に韓国を復帰させると発表した。軍事転用の恐れのある物資の輸出管理について韓国側の制度や運用状況を確認した結果、懸念が解消されたと判断した。へぇー、岸田さんはすごいですね。バイデンに頼まれて言われたのか、あるいは自分の意思なのか、その辺事情はわかりませんが、日本側の懸念の部分は何も解決していないという,うに、どんだけ激甘対応してるのマジで意味がわかる。 ありまんよとで、えー、5月末までに意見公募を実施した上で、改正した外為法の政策を閣議決定する。っていうふうに書いてありますけども、先ほど情報が入りまして、この復帰の日程というのはですね、7月21日だそうですと。で、えー、日本は米国や英国など26カ国を優遇国に指定し、輸出許可の手続きを簡略化している。韓国については管理体制が不十分で、第三国への迂回輸出など安全保障上の懸念があるとし、2019年に優遇国 から除外したが、えー、今年3月に復帰に向けた協議を再開韓国も日本を優遇国から除外する措置を取っていたが今月24日に復帰させているあしまい ということで、僕の動画ではもう何回も言ってますけども、このなし崩し外交の原動力は一体どっから来てるんでしょうかねそれは厚切りジェイソンもですね、Why? Japanese people って言っちゃいますよねあ、ちょっと違うか。Why? Japanese 政権って方がね、しっくりくるかと思いますけれども、大使館前の慰安婦像それから強制徴用問題、レーダー照射、竹島に仏像返還と、あげればキリがありませんよ。まあ、100歩ずって、100歩ずってですけれどもね。 韓国と軍事レーダーの情報の共有によってですね、えー、北朝鮮ミサイルの捕捉精度が上がるくらいのメリットはあるかもしれませんけども、日本が韓国から得たメリットってそれくらいですよね。あとはもともと向こうさんが言いがかり因縁をつけてきたのが多少和らいだくらいでしょ。政権交代したらまた元のもかみでしょって、えー。なお自民党の松川るい氏はですね、5月15日の中央日報にこんなことをしゃべっております。えー、韓国に対するる不信が依然としてて残っている自民党内の雰囲気もさ 政権が変わればどうせ戻るのでそんな韓国との関係改善を熱心にする必要もないと考える人が多いということだ。 ホワイトリスト復元に対しても、なぜこのように急に戻すのかとの批判、輸出管理問題を政治的に決めることはできないとの声があったとも話したが、ただ、日韓、日米間連携を強化することが日本の国益に向けても極めて重要と判断したもので、岸田首相の決断はとても正しい戦略だと考えると強調したてな感じでございまして、岸田首相の判断を大絶賛しておりますけれども、えー、僕は常々松川るいはね、信じるに値しない人物だと言ってるのは、う 部分なんですよね岸田さんに忖度してそんな発言をしてるのか知りませんけどもちょっとね一言言わせていただきますけれどもね松川氏は外務省の官僚時代ソルの日本大使館に赴任していた経験がございますだったらその当時すでに大使館前にあの例の慰安婦像が鎮座してたんじゃないんでしょうかね前にそれを見て通勤してたらふつと何か感じませんか多分そういうのに鈍感な方なんでしょうかねだから先日もこんな感じで日本は譲っておらず韓国は韓国の立場からすればむちゃくちゃ譲歩してますってね見解 なっちゃうんですよねまあ別に松川さん個人をですね、この部分でいじり倒しても仕方がないんで、こんくらいにしておきますけれども、一番悪いのはやはり岸田首相ですからね。で、僕ねえ、昨日の動画でもお伝えしましたけども、福島第一の処理水、あの放出をめぐってですね、韓国ではもう大騒動に今なってるんですよね。処理水を汚染水どころの騒ぎではなくて、もう核廃棄物垂れ流すくないので、ね、そんな勢いの論調になってるんですよ、あちらの国ではね。僕はこの件、新手のボイコットジャパン運動が始まったとさえ思ってるんです けどね、その詳細を伝える記事を、ね、TBS の「ニュースディグより見出しがです、ね、韓国塩がない背景に処理水海洋放出を前に海水を使う塩を買いだめする人がオンライン通販では16万円する塩もということで本文を抜粋して読んでいきましょう処理水をぐってお隣韓国では塩が買いだめされ品切れが相次ぐ事態となっていますソウル市内の大手スーパーで記者が こちら、韓国産の塩が置かれてるはずの棚ですが、売り切れになっています。店の棚からなくなったのは、海水を天秤で干して作る塩です。キムチ作りなどに使われて、韓国の食卓に欠かせませんが、小売店では品切れが続出しています。私たちが問い合わせた10店舗で全て売り切れとなっていましたと。でえ、ここからですね、YTN のね、韓国の YTN テレビの情報が引用されてえ、交流が目前に迫り、塩をあらかじめ買っておこうとする人が増えています。福島第一原発の処理水の海洋放出 ををを前に海水を使うう塩を買いいいいめすすする人が増えたというのでではい、はス、い、ストップストッッププ昨日の動画でもお伝えした通り日本の野党議員がですねおそらく社民党の副党首であるですね大椿祐子氏だと思われますけども彼らがですね韓国の極左議員と一緒にですね福島の処理水はあれは処理水でも汚染水でもなく廃棄物だと言ってるのがですねブーストされて韓国の今世論に蔓延しておりましてそれだけがきっかけじゃないですけどもね結果として塩の品切れ価格の 冒頭実体経済への影響や風評被害も間違いなく出てきておりますあれは処理水ではなく廃棄物だと言っちゃったのはですね彼らのボイコットジャパンネタをわざわざプレゼントしてのもんですよいやマジでポンコチストだと思いますで塩、えー、はネット上で高額で転売され通販サイトでは原発事故以前に製造したとされる塩が30キロあたりおよそ16万5千円で売られていました <laughs> あのすみません今の価格ちょっと電卓弾いたらですね1キロあたり5500円 どんだけ高い賞なんでしょうか、僕も今から韓国の通販サイトですね、博多の塩でも転売しましょうかってくらいの勢いですけれどもと、で、えー、日本政府が安全性を強調する中、処理水の放出に反対する人が8割を超える韓国、最大野党は勢いを増しています、共に民主党のイ・ジェンミョン代表は、日本は福島の核廃水を自分たちの国家的な利益のために海に捨てています。えー、なお韓国ののの原子力学会はこの処理水の放出について 韓国の海と水産物に及ぼす影響は無視できる水準とし、政治目的などで科学的な事実を歪曲しながら過度な恐怖を助長することは、韓国の水産業界と飲食業界の被害を自ら増やす自殺行為となると警告しています。おしまい。 ということで、えー、韓国政府はビビたる影響で無視できる水準だと言ってますけども、なんせ国民の84%がですね、これ世論調査では84%という数字が出てるんですけども、福島の処理水は危険なので、放出はまかりならぬと言ってますんでね。なので、語弊を恐れずに言えばですね、韓国野党を軸に、えー、国民のほとんどがですね、主要題材に日本のネガキャン、ボイコットジャパンをもう一回やりましょうという雰囲気が今蔓延してるんです。これが2023年6月時点での韓国の実態です。で こういう韓国の雰囲気があるのにですね、岸田さんはホワイト国にこれから吹き刺せますって言ってるんですよ。ええー、って皆さん思いませんかマジっすかって思うでしょこういうことばっかやってるから僕はだから今の自民党は信じられないと言ってるんです。保守層はこれを機会にですね、維新でも国民民主でもそれは賛成党でも百多党でもですね、好きなところを選んだらいいと思いますよ。このまま何も声を出さずにですね、ホワイト国まで決まっちゃったらですね、てかホワイト国はもう決定済みなんですけどもね、このまま無視できるレベルの小さい声ばっかり出してるとですね、 次は日韓通貨スタップの復活、これ、やってきますからね。 すでに財務省にもその話言ってますからささがやは自民党に敵しいお前は維新の回し者か百田審判か賛成党かとかねもうどんどん批判してもらって結構ですよでも今の韓国への甘いたいをもし首相が立憲の泉さんで同じことやったらどうですか皆さん劣化のごとく怒っちゃうでしょう僕は自民党だろうが立憲だろうがダメなものはダメだと言ってるだけなんですあと余談ですけども今後韓国はこれどうしてくるんでしょうかね目に見えて笑えることがね近い将来2つ起きましてまず1つ目はですね日韓 漁業協定ですよ毎年のようにですね日本の海で魚取らせろってねあいつら言うとりますけれども汚染水だーって言ってる限りですね永遠にそれ無理ですからねだって彼らの視点ではですよ彼らの視点では日本の海はね汚染されてる海ですからねそこで取れた魚なんて食べるわけないでしょってねえそれから2つ目のねどっちかっていうともこっちの方がより重要になってくると思うんですけども今後韓国人は日本旅行をどうするつもりなんでしょうかねだって訪日したらですよ日本の塩が入った料理が出てくるわけですからね彼らの 視点でで、まあ、汚染された塩がその料理に入ってるわけですよじゃあまたボイコット邪魔しなきゃいけないじゃないですか日本に行くと毒されるぞってねそうやないといけなくなっちゃいますよもう誰もがわかる無理ゲーセってどんだけ頭が湧いてんでしょうかもう「わけわかめってありますよともう彼らを本気で相手にすると頭の中身がチーズホンディっぽくなっちゃうんだよね誰か僕にフランスパンを恵んでくださいそれつけてねぶっ刺して食べちゃうんでってねさてお次の話題は静岡の川勝じゃ完全に孤立面でむしろ フルボッコ状態になってるという話題を。 えー、民民間より見出しがですね、どうすることもできないリニア妨害川勝知事、ついに超側近にも裏切られた、気がつけば信長末期本能寺の変化ということで本部を抜粋して読んでいきましょう。5月31日、都内で開かれたリニアの早期実現を目指す規制同盟会で、えー、リニア着工を遅らせ続ける川勝知事に対して周辺の県知事が集中放火を浴びせた <laughs>、えー。まずは愛知県の大村知事は、東京名古屋間の開業に向けて着実に建設工事が進められている一方で、 静岡航空の工事が着工していない状況だ。一日も早く解決策を見出して進めてもらいたいと述べ、え長野の安倍知事は静岡航空が止まっているのが最大の課題だ。開業の時期に直結してしまうと苦言。えまた、三重県の一味知事は、 名古屋伊藤の工事によって名古屋遺災の工事が遅れることは避けてほしいとえ。それから山梨県知事は関係者間で協議が整い速やかに静岡工区が着工されることを強く期待したいとの発言があった。<laughs> これ笑っちゃうのはですね、この現場に川勝知事も同席しているんですよね。つまり川勝知事はこの場所で他の知事からですね、メンバーされたと言っても結婚的ではないから違った過言ではないでしょう。いや、なかなかの感じがしますけどもね。え、それとこの記事には書かれておりませんけども、実は 神奈川の黒岩知事とも一触即発状態でございましてというのもですね、昨年の9月に川勝寺がリニアの工事の遅れというのはですね、神奈川県の用地買収が失敗したからってことを発言しちゃいまして、でもその時点でですね、神奈川県の用地整備というのはおおむね8割ほど進んでまして、お前は何を言ってんだとね、黒岩さんが激怒しまして、つまり静岡県を取り囲む周辺知事さんからソース感を食らっていると、それどころかもう古ぼっこ状態になっていると、まあ、そういう状況でございますと。がししかし、えー 6月1日会を翌日にアップされた静岡新聞電子版の記事では他県知事からの集中放火が静岡新聞の紙面ではそっくり削除され <laughs> え国会議員が問題解決をしなければならないかのような記述になってしまっている <laughs> え静岡新聞といえば県内シェア60%超という独占的地位があるメディアだそのメディアが川勝知事への集中放火を一切報じないとなれば県民にとって不幸な出来事であろうえそんな静岡新聞だが読者から突き上げを だだったんだろうか。6月7日の社説で本県が JR 東海に指摘する水資源やトンネル残土置き場への懸念についてこれまで沿線都府県と情報共有されてきたとは言い難い全国的には本県が JR に難癖をつけて工事を遅させている悪者と見られる向きもある <laughs>、えー、川勝知の不用意な言動が本県の悪者論に直結することを忘れてはならないとあらあら あらあらと、ようやく静岡新聞もそのことに気づきましたか、10年遅せよと思いますが、まあ気づくだけまだマシでしょう。この件もっとわかりやすく言っちゃうとですね、静岡の皆さんはですね、沖縄のデニー知事見て、うわーってみんな思っちゃうでしょう。でも他県の人はデニー知事とそれから川勝知事ほぼイコールと見てますんでね。ですから川勝知事は静岡版のデニー知事だと呼んでもですね、大体皆さんうなずくと思いますよとで川勝川知事が悪者であるのは、情報共有や不要意な 言動が原因ではなくリニア着工を難癖をつけて遅させていることであり若干のミスリードを感じるがやはり静岡新聞は現実を読者に伝えようとしている <laughs> えまた静岡県の職員として川勝知事の右腕と呼ばれていた難波静岡市長も山梨県境まで掘っていいと静岡県とは異なる意見を述べている川勝知事にしてみれば県庁でリニア問題を指揮してきた元側近による明確な離反であろう川勝知事は難波氏は理事を辞めて半年以上経つと するののが精一杯のようだ南馬、えー、さんは元国交省の議官でしたでしょうかね土石流の件では前面に立っておられましたけどもあの頃から川勝知事の拉致の開かない発言に冷めて見ていたんでしょうかねご愁傷様でございましたとで、えー、それにしても側近にも地元紙にも裏切られ本能寺の変間近の織田信長大阪夏の陣の豊臣秀頼のような様子を見せてきた川勝知事 JR にはいくらそれっぽい難癖をつけても誰も味方してくれない絶望的な状況へ追い詰まりつつある <laughs> この状況をどううう打開しようとしよとているのだろうか当初は静岡航区の建設許可と引き換えに何らかの情報を引き出そうとしていた節があるが自身の稚拙な交渉術のせいでただ単に民間企業をいじめ日本の経済成長を阻害するだけの事態になってしまった。 おしまいということでこの記事長文付きところどころすっ飛ばしております原文知りたい方は概要のリンクからご覧くださいで今置かれてる状況を偏りなく説明していきますと先ほど言った通りですね静岡に隣接する この知事は全士族がどうなってんだと、ね、感情に濃淡はありますけどもね、皆さん怒っておりまして、で、さらにですね、リニアの工事の影響で、大井川の水がですね、なんかいろんなところ掘ってですね、水が抜けて、大井川の水が減っちゃったらどうなっちゃうんですかとね、そんなことを言っておりましたけども、もしその水がね、大井川の水が減っちゃったらば、東京電力が上流に持つダムの水をですね、多めに流すと、これで良いですかというね、そういった提案がなされまして、OK を出してるんですよ。周辺流域の市町村のね、首長さんはですね、 で、さらにかつての右腕だったですね、えー、南波市長も川勝知事が言ってることはおかしいと言い出しまして、そして静岡の大手メディア、静岡新聞も先ほどの通り、あんたの悪者のイメージが静岡に全体に、ね、蔓延する、広がっていくのは勘弁してくれと言い出しまして、で、さらに手前の13日の記者会見でですね、県のリニア担当者と知事の間で話が180度食い違った会見をやっちゃいまして、実は県職員とも川勝知事はうまく連携してないということですね、えー、報道陣にバレちゃったとね、そんな感じでございまして、えー、川川川知事は一切の好調なく ですね。孤立面、四面相関、八方塞がりでございます要するに完全に積んでる状態でございまして今はね、これでようやくリニアの工事はね静岡航空も進捗すると僕は確信しておりますとはいえ カーカー辻の人気はまだあと2年残ってるんでね、さらに難癖をつけるとかね、えー、またミスターブラック静岡の麺がね、出てくるかもしれませんので、引き続き要注意でございますけれども、今日も話が長くなりましょうで、これくらいにして、最後はほっこい覗けで締めたいと思います。韓国料理とかけまして、カーカー辻の部下とときます。その心は身が縮みます。<laughs> そういえば僕、9月くらいにです、ね、静岡に1週間ほど出張しなきゃいけなくなるかもでございましたねまだ宿泊先等は決まっておりませんけども、いろいろな用事も兼ねて、ですね三島駅付近に、ね、宿でも取ろうかと思っておりますけれども、なんか美味しそうなお店がございましたら、そのタイミングで教えてください。ということで、本日も面白かったためになったとかですねチャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございましたササンでしたたで